はい、お疲れ様です。山です。Days Gone やっていきます。ブーザーがちょっとね、どっか行っちゃったんで、まあ、追っかけましょうかね。どうしてもやっぱり、現実にね、対面していろいろ、こうね、思うこともあるんでしょうから、ね。こういう時こそ、まあね、支えになってあげたいよね、っていうところで。リッキー、いるか？どうかしたの？ブーザーが出てったっきり戻ってない。嘘でしょ。探しに行くの？手伝おうか？いや、大丈夫だ。終わり？ 終わり？ブーザー、いるか？ブーザー。ああ、お前、ディークか。ここにいるぜ。どこにいる？暗くなってきたぞ。どこっていうの？農場っぽいな。ああ、路上にいる。ったく、動くなよ。今行く。ここにいりゃいいんだな。ああ、了解だ。楽勝だぜ、俺は。路上に。マクドナルドおじいさんの。敷地は。だいぶ酔ってるね。よくないよ。よし、農場に着いた。ここのどっかにいてくれよ。ブーザー、聞こえるか？ブーザー。くそ。よし、ここだな。はい、到着。やべ、日が沈む。おい、ブーザーは？あ、もう帰ったんだろ。今日の作業は終わったからな。え？いや、まだいる。腕が片方ないやつだ。ああ、あいつか。あいつなら農家の方に向かった。一人で歩いてったぜ。奴を見たらここにいるよう言って、俺かリッキーに連絡くれ。ああ、わかった。おいおいおい、ブーザー、農家、農家っぽいな。これちょっと一回話し合う必要があるのかもしれないね。大丈夫か、ブーザー。やめてくれよ。農家、農家、あれか。さあ、来ましたけども。大丈夫か、ここ。ブーザー、聞こえるか？おい、ブーザー、どこにいるんだ、ブーザー。やべえ、気が。ウイスキーの瓶を持ってたってスキッズが言ってたな。あいつならどこでウイスキーを飲む？ウイスキー。どっかの家の中とか。これか。明かりついてんもんね。弾薬があるのがちょっと怖いね。お邪魔します。よし、きっとここだな。おい、ブーザー、いるのか？いや、いないか。あ、ここにいたんだな。読書かよ。ウイスキーボトル、体。待て、これはビールのケースか。っていうか、右手が武器になってんね。今気づいたけど。んで、フリーか。うわ、呼ぶ系か。スクリーマー、ちょ、待て。なんだその動きは。お前すげえ動きすんな。呼ぶ系だね、周りから敵を。おい、ブーザー、いい加減にしてくれ。
はい。で。ここら辺？これは違う、弾薬だよね。あー、足跡。これか。さてと、なんだこいつは。わかったぞ。ブーザー。イルビン、体。あっちだな、チキシュ。スキッドの言う通り、帰ろうとしてんのか。あいつは歩きだ、遠くには行ってない。バイクで行こう。オッケー。だいぶ酔ってるな。ブーザー、ブーザー。ディーク、調子はどうだ。お前農場にいるって言ってたよな。なのにいなかったぞ。どういうことだ。それは、ああ、それちげえぞ。俺が言ったのはもう一つの農場だ。なやかん、何かが。実はビールを見つけてな。で、そいつを飲みながら散歩でもしようと思ってな。そうだ、夕日でも見ながらよ。はい。で、あれだ、歩いたもう一つの農場までな。じいさんの農場で、はい、楽勝。ダグブーザー、何やってんだ。もうブーザーあったらこっちね。さあどこだ。なやって言ってたか。なんかいるし。ニュートか。逃がさないよ。はい。はい。いっぱいいるな。ちょっと待って、これ。全部逃がさないよってのは無理か。これは無理だな。いや、もうやっちゃうか。すごいすごい。あと一体。はい。なんだ、これは。調べてみるか。はい。これか。さてと。どんだけ飲んだんだよ、あいつ。こいつはなんだ。またビール瓶か。体。跡がある。手をついて。あやにいねえじゃねえか。あの野郎。さては農家と間違いやがったな。ったく。あ。外になんかあるね。もうニュートはいいや。ん？ここになんかあるな。なんだ？あ、ガソリンか。あれ？間違えたな。で、この家ね。ニュートいるし。もう、まあ、いいや。よし、調べてみるか。ブーザー、いるのか？おい、ブーザー、どこだ。上か。上の階か。ったく、一体どこだ。ここも寝室か。ゲロ吐いてんじゃん。座ってた。そしてこっちにもビール瓶。ベッドが濡れてる。知りたくもねえ。これは？ブーザー、どこにいる？ブーザー。ディーク、今どこにいんだよ。一緒にビールを飲むんじゃねえのか。ブーザー、おい、どこにいるんだ。周りに何があるか教えてくれ。何でもいい。目印になるものは？ああ、それならさっき教えたろ。おう、あれ見ろ。何を見ろって、ブーザー。何がある？道路だ。道路が、なんだこりゃ、変だな。消えちまってる。よくわからねえが、誰かが来てプシュ掃除したみてえに。道路が消えてる。そうだ、まるで誰かが来てさっとすくい上げたみてえによ。すげえ。
歩いて、俺は歩いて。で、気づけば道がなくなってた。おい、どこへ行く気だ、ブーザー。家だ。俺が行くのは家さ。とにかくそこにいろ。じっとしてるんだ。人目につかないようにして、俺を待て。今行く。俺は隠れたりしねえよ。家に帰るんだ。リーク、家にな。さあ、ブーザー。急に普通に喋り出したな。バイクで行こう。で、どこ？ブーザーが言ってたのはどこだ？まだ近くにいるはず。遠くね。だいぶ来てるな、ここ。え？どここれ？家？家？あ、家ってそういうこと？キャンプまで戻ったってこと？ってのはどこだ？キャンプまでの道の道中のどっかにいるってことかな？もう、ブーザー、やめてくれよ。大丈夫か？とりあえず帰りましょうかね。なんだ？あ？またビール瓶か。ここ？これだ。さて、調べるか。よーし。置いてくんだ。で？間違いない。さて、そういうことか。足跡だ。こっちだな。連れ帰るにはバイクがいる。歩いてる歩いてる。はい。ブーザー聞いてるか？お前の後をたどって近くまで来たぞ。教わった通りにな。ブーザー頼むからじっとしてろよ。はい。よくフリーカーに見つからずに行けてるね。したい。全然追いつかねえな。どんだけ早いんだよ、あの千鳥足で。おお、すごい。バスケード。あ、ちょっと待って、あれじゃない？あれじゃない？歌ってる。いやいやよ、つって。歌ってる。ただ敵もいるぞ、これ。よし、いた。うーわ。こんな時間に散歩か。デーク、調子はどうだ？どこに行くんだ？いいさ、俺は帰るんだ。オリアリーさんには戻れないぞ。オリアリーなんかじゃねえ、フェアベルに帰る。くそ、ほら戻るぞ。でも止めるな。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてえのか。うーわ、来いよ。そうか、そうかよ。これで終わりは。早く逃げろ。いや、そうはいかねえ。なあ、ブーザーだろ。リーグ、ブーザー、お前の嫁が死んだ夜、俺はなんて言った？なあ、覚えてるか？死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて、俺はなんて言った？お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲んだ。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか？おお。チキシャ、さっさと行くぞ。早く行け。分かってる。もっと急げよ。ちょ、待て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 。スクール
ぞ。スクールバスだ。うるせえ。分かってるんだ。うるせえ。俺も昔はあんなバスに乗ってた。ああそいつはすごいな、ブーザー。オッケー、なんとか。クソフリーカーだ。見えてるっつってんだろ。まだか。もう大丈夫じゃないのか。ええ、ちょっと待って待って待って、すごくね。あら、いっぱい来てる。帰ろう。言うてここら辺なら大丈夫じゃねえの。送ろうか。もう大丈夫だろう。なんとかなったな。ああだな、俺には分かってたぜ。なあなあディク。なんだブーザー。いや、ただ言っておきたかったんだ。ありがとうよ、本当にな。ブーザー。おい、いいから黙って聞いとけ。おめえはこんな俺を見捨てずに助けに来た。またな。恩に着るぜ、借りができた。いや、それは逆だ。俺の方がいいか。お前がいなかったら俺はとっくに死んでたか、もっとひでえことになってた。死ぬよりひでえことはねえんじゃなかったか。ああ間違ってた。ん？ OK、 帰ろうか。さあ、なんつうか、ブーザーの右腕結構なんか進化しててねえか。すごいことになってるけど。じゃあ帰りましょう。もうブーザー、これっきりにしてくれよ。ねえ、誰かいる？ねえ、ドリフターの一人。大丈夫か？そうだな、今すぐベッドで横になりて。はい。確か2ヶ月ぐらい前にクレイジービリーに見つかった。ゴミ漁りを。ああ見つけたぞリッキー。まだ物資が残ってる。どんな様子？明日はひどい二日酔いになりそうってところだな。二日酔いね。じゃあ明日の朝6時に叩き起こしてやろうと。ああうん、そしてやれ。ドリフターはミュートって呼ぶ。まったく。もうリーコ、イカれた猿みたいにそこら中をうろついてて危うく殺されるところだった。はい、お前は冷酷だからな、逃げたんだよ。まあこれで済んでよかったね。とりあえず使い酔い程度で。うわめっちゃある。チェモコミュニティが来てて、主婦が高校中退者に国語を教えてた。まだか。 OK、 銃声かと思ったが。さあで、ストーリー見とこうか。もうブーザーあったら世話が焼けるんだから。いやまあまあまあしょうがない、俺はね。違うな、あれ？これじゃなかったっけ？違うな、なんだっけ？これか。相棒だから。ブーザーの嫁が殺された日、殺された日を覚えてる。二人は酔っ払って97号線でバイクを事故らせた。俺らが着いた頃にはジョアニーは死んでた。無理やりブーザーを現場から引き離してから警察を呼んだ。そうでないとブーザーは殺人罪で刑務所行きになってたからな。それはいいことをしたとは思っちゃいない。少しの間とはいえ、俺たちはジョアニーを一人にしちまった。ブーザーは一生自分を許さないだろうな。殺されたんだ。死んじゃった原因はちゃんとどっか出てたっけ？どうだっけな？殺されたんだ。一人になってるところを狙われたんだね、なんかに。大量のな。まるで暴動みたいに。出来上がった。はい。で、次は？人間兵器にしたいの？何これ？リッキーに合う。オッケー。リッキー。
よ、リッキー、頼みがあるんだが。どうしたの、ディーコ。ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろ。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか。ちょっと待った。低下して。どうも。つまり。ああごめんね。で、つまりナイフがついた。じゃないって。義手を作ってほしいってことでいいの？ああそのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの？いや別にそういうんじゃないが。からかってるだけだよ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい？分かった。それじゃあ。はい、連絡を待つ。はい、とりあえず今はこんなとこかな。待って、ストーリーあった今。違うな。特になかったっけ？今ちょっと見てなかったんだけど。まあ、いいか。じゃあ今はないかな？何か用か？探してるものがある。はい、特に、お？大丈夫か？彼がどうなったか最後まで。まあ、特にまだ連絡はないんで、おそらく、信頼レベルがまだ足んないんじゃないかなと思って。まあ、ちょっと、雑もね、こなしましょうか。こういう、ここ行こうかも。ここで、巣をね、殲滅しましょう。デーコン、仕事があるぞ。よ、マイク、どんな？レッキーからブーザーのためのリストを渡されてな。それで連絡した。レッキーはどこだ？よくわからんが、アディとなんかやってる。とにかく、亜鉛メッキした金属のパイプにカーボン合金の狩猟用ナイフ、それにいくらかの鉄くず。お前このリストの内容が何なのかわかるか？いやどうだかな、俺もよくわからない。じゃあな。よし、なんだっけ、ナイフと金属のパイプと鉄くずか。リッキーのやつ、金属のパイプっつっても何でもいいわけじゃないだろうしな。建築現場でも当たってみるか。ああ待てよ、そういやマリオンホークスに建築中の家があった。あそこなら何かあるかもしれない。はい、ちょっと待て待て待て、ここだいぶ遠いな。まあでせっかくここまで来たんで、一個二個燃やしてから行こうか。家をね、家じゃないんだっけ、巣をね。どれだ？あれか。これで今どこだ？あー、入り口か。ちょっと奥まで行っちゃうか？行っちゃおうか。ここからの巣はまだ燃やし尽くしてなかった。あれか、あれと。さあ燃やしちゃおう。あれはすぐわかるからいいとして、上の巣はどれだ？どこだ、クソ、この近くにあるな。これか。オッケー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 。じゃあ燃やしますと。すぐ近いな。匂いでわかる。アバヨ、できるか。アバヨできるか。俺。どうだ、フリーカメ。危ない。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。また後で巣を燃やしに戻るか。これはどうだ、いけるか。
できるな。じゃあ、あれを燃やそう。見えてるね。一番奥にあったやつはまたね、今度燃やしましょう。OK。燃えた？あれ。燃えてる気がしないな。まあ、いいか。OK。じゃあ行きましょう。どこだっけ？あ、そう。マリオンホークスね。直で行けるのはここら辺までか。OK。じゃあ行けるとこまで。あ、こっちの方が安全だね。ここまで帰って、資材も取ってね、マリオンホークス行きましょう。はい、やっと着いた。途中ね、道間違えたり若干して、時間かかりましたけど、やっと来ましたね。じゃあ行きましょう。10分ぐらいかけちゃったかな。人がいるな。いや、どうだ。畜生を見られたらまずいな。見つけた。畜生、捕まえろ。いや、もう普通に撃たれたんだけど。あー、やばいやばい。誰かやられてんな。大丈夫か？助けよう。違う違う、弾が違う。どうやり合って。はい、大丈夫。何してんのこんなとこで。あれ会話はできない感じ。オッケー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 。なあ、おい、大丈夫だ。このままじゃ死ぬぞ。キャンプがある。キャンプ、あ、どうだ、見せてくれ。どうだ、行くから。じゃあアイアンマイクに送ろうかね。え、いいよな。いいか、ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。もう死ぬかと思った。本当に、あんた、ありがとうな。残りの巣はまた後で戻って。ディーコンって伝えたらわかる。道路は避けて、立ち止まるな。なんかちょいちょい巣の話するんだよね、ディーコン。巣は終わってんだけどな。じゃあ、ここでね。なんか、大丈夫かなこれ。ちょいちょいこう、バグを溜めてってる気がするんだよね、このゲーム自体が。で、バイクどこ行った？なんか見えた。追っかけてきたのか、向こうから。くそ。はい。じゃあ、だね、ようやく来たので、なんだっけ、何しに来たんだっけ。そうだ、ブーザーの腕のね、材料になるパーツを集めましょう。ここら辺？リサの家だね、これ。大丈夫か？リサいるんじゃない？あ、リサの家の向こうか。はい。ん？取った？オッケー。金属のパイプはどこだ？ここ？なんもないけど。これか。うわ、めっちゃあるじゃん。え、これじゃないの？これだな。これか。これでいい。終わり？さて、ナイフはどこにある？待てよ、すごい。スポーツ用品店はどこだったっけ？スポーツ用品店。あ、あれがそうなんだ。はい。買い物だね。
ちょっとした。ただでね。ただじゃないか。戦わなきゃいけない。どれだ？これか。どうも。ここだ。さてと、じゃあナイフはどこだ？ナイフ。これは灯油。スポーツ用品店にナイフとかあんの？調べてみるか。ん？あ、これか。ここになんかあるってことね。さてと、なんだこいつは。いいぞ。ん？ん？こっち。なんか敵は空いてるけど。いや、間違ってるな。さてと。首？こいつはなんだ。よし。ん？こっち？おお、ニュートか。びっくりした。あ、お前が隠してたのか。だぞ。よし、これでいいだろう。よし、あとはこれをリッキーのとこに届けるだけだな。オッケー。簡単なね、お使いだよね。時間だけかかった、やったら。あ、ここにあるんじゃない？あったあったあった、これ。灰ね。じゃあ、帰って終わりでいいのかな？はい。じゃあ帰りましょうかね。あー、で、これが、この教会あるじゃないですか。どっかのね、ストーリーに書いてあったんですけど、まあ、ここでね、ディーコンとサラがね、結婚式を挙げたんですって。ですってって。なんかどっかのストーリーに書いてましたね。今でも思い出す。式には。おお。ブーザーしか来なかったっけな。たくよ。これ初めてだな。で、式の準備はサラに任せっきりみたいなことをね、書いてましたね。じゃあ戻りましょう。多いな、また。持ってきたよ、いろいろ。例えば、奴らは痛みを感じるのかとかさ。これでどんな腕がね。よう。リーコ。頼まれた部品を持ってきたぞ。ありがとう。じゃあ、完成させるからまた後で来て。その、リッキー。ありがとう。いいって、ブーザーは仲間だし。鋼の心。お、信頼レベルアップ。いいね。かなり頼む。ストーリー見ときましょうかね。こんな時代だ。なかなか笑うことなんかないが、今回は思わず笑っちまったぜ。リッキーにブーザーを人間兵器にでもしたいのかって聞かれて。しかもリッキーも相当乗り気だった。また借りができちまうな。だがキャンプの電力を戻す手助けをして、リッキーも熱いシャワーが浴びれるようになったんだ。それで少しは借りを返したことになるよな。まあね、借りに関してはまだでも多分だいぶ借りてるだろうけどね。はい。いいね、今回は。楽しい感じで。またどんな腕が出来上がるかってことね。それで。で、信頼レベルが上がったので、あ、ちょっと待って、その前にスキルだよね。あ、いよいよだね。もう少し。命中精度が上がる。デッドショット。反動が少なくなる。なんだろうな、ミニガンとかああいうマシンガン使わなければ、
基本アサルトライフルもそんなに連射はしないからね。単発とか、そういう打ち方してれば問題ないでしょ。なので、どうしようか。これでいっか。デッドショットで。命中精度が上がる。さあ、いよいよ。弾薬アップ。貫通力増加。これも全部欲しいね。上の3つ。で、OK。で、バイクが多分アップグレードできるんですよね。まず。で、ガソリンタンク、燃料タンクか。これを、あ、いけるいける。まあ、またちょっと上がりますね。OK。これを上げとこう。他には？最優先で。はい。で、エンジン。サドルバック。相談数がバカみたいに上がるな。すげえ。オッケー。これも買っとこう。いい仕上がりになるぜ。はい。フレーム。強度か。これはいいや。ダメージ量を抑える。バイクが受けるダメージ量を抑えるってこれ初めて気づいたね。単純に振動が減るっていうなんかこう、おしゃれ要素かなって思ったんだけど。どうだろうなぁ。まあいいや。イントロブースト。うん。今はいいや。タイヤ。タイヤも変えときましょうか。いや、タイヤもいいか別に。まあ、そんなダメージ気にするほど受けてないしね。その、ジャンプとかで。ライト。ライトは別に何でもいいんじゃないのかな。オイル。おい、何をやってんだ。オイルはこれでいいか。チップ。これもよくわかんないな。ハンドルバー。どっちがいいだろう。あ、でもこっちの方が指が安全だね。こっちにしとこうか、じゃあ。いい部品だ。強度もある。はい。ブレーキ。ブレーキ。わかんねえ。これいいんじゃない？フェンダー、フェンダー。あー。どっちだ？どっちがいいんだ、これ。まあこれでいっか。はい。またいつでも来いよ。はい。いつでも来な。で、あと武器もね、見ときましょう。あら、リーコンじゃない。しばらくね。はい。うーわ、いっぱいあるね。店の調子はどうだ？うわ、どうしようか。アサルトライフル手持ちメインは変える気はないんだよね、今んとこ。これはなんだ、単発銃か？遠距離。じゃ、遠距離、スナイパーライフルってほどでもないけどって感じか。対戦中の武器でみたいだね、これ。銃剣つけれそうだし。威力と静止力が低い代わりに、連射性能。これもいいかな、別に。これショットガンだね。これは？サブマシンガン？うん、今のでいっか。今持ってる、なんだっけ。なんとかっていう武器。これはどうだ？まあ、とりあえず変えるのはこれかな。今持ってる、同じ名前の銃の。何か考え事でもしてるの？してるんだわ。品質アップ版なんで、これは買っときましょう。品質は保証できないわよ。え？保証してや。普通って書いてるからね。まあ、いいでしょ。これも欲しいけど、まあ、今はいいや。こんなとこで。え？グリップ？マガジンアップグレード。あ、そんなんできるんだ。すげえな。で、弾薬を新しく変えたので補充しておきましょう。で、あ、フラッシュグレネード持てるんだ。いいね、いいね。買っとこう。いいじゃない。オッケー。うん、わかったわ。オッケー。いいね。オッケー。
いや、かなりなんか強くなったんじゃない？リトルスタッピー。いいね。あれ？フラッシュマンどこ行った？ここか？あ、ここか。なるほど。オッケー。で？あれない？もう。また一旦じゃあ。リコ、あの日は教室にいたんだ。はい。チェモコミュニティカレッジで主婦や高校中退者に国語を教えてた。ん？ああ、なんか出たね。あの日野党ハンターか。こういうのもやるのもいいかもしれないな。まあ、OK、こんなとこかな、今回は。とりあえずブーさんの腕の部品を集めましたねってとこで。ね、いい腕ができるといいね。ロケットパンチとか、それぐらいできるようになればいいと思うんですけど。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。